祭日とは、宗教儀礼上重要な祭祀を行う日のこと。なお、日本で国民の祝日を俗に、祭日と称することもあるが、国民の祝日は祭日に当たらない。本項目では、日本の皇室祭祀と、各宗教に関する祭日について記載する。皇室祭祀令により定められた、大祭日及び小祭日を指す。大祭日の大半は、祝日ともに、 国家の休日として法制化されたことから、祭日と祝日を合わせて祝祭日と称することもあったが、皇室祭司令は1947年5月2日に廃止され、現在は日本に法廷の祭日は存在せず、以降の宮中祭司に踏襲されて一部は名称を変えて国民の祝日になっている日付がある。天皇自ら震災する日。以上の日付は、 年中行事時点 P3225 月23日、初版発行にし、閣位商教編東京同出版による。天皇自らが礼拝し、商店長が祭典を行う日。各宗教に関する祭日を列挙する。教派、教義により異なる。偶事書、祭日、祝祭日という言い方は、言葉から放送現場の疑問。 視聴者の疑問 NHK 放送文化研究所、ABCD 式年祭は3年、5年、10年、20年、30年、40年、100年、よび、以後100年ごとに実施される。ありがとうございます。